スタスタスタ久しぶりに見たな。結局じゃあうちの会社辞めて会社手掛しますって辞めて、はい、何年経つの？4年っすね。本当は元々1年で1億必死だったら誰でもいけるもんな。はい、取り込み行くわけじゃないよ。コンテンツとか自分で持っかんないでしょ。であとは、あとは協力業者みたいな感じ。もう一人助けそいつは捕まっちゃって。捕まったってなんで？あんま言えないことでいいよ。いや、全然言える内容なんですけど。あらす。あー、飯食ったね。さっきから。あ、こうやって顔見るのどれぐらいぶり？どれぐらいっすかね。どれぐらいぶり？久しく見てない。久しく見てない。久しく見てない。もっと経ったし。1年は経たんすね。視聴者の人はもう忘れてる人も多いかもしれない。最近コメントなんてたまに来る。現場で結構声かけられます。ミッチーな。さすがに覚えとんじゃないですか。マラトーマーとか言って、あ、仕事しますって。見よう、わかりますよねって。あ、言われるんですよ。なんか、あれっすよ、出てないもんで、うん。なんていうんですか、なんか昔、あ、さっさっすとか言ってたのに、もう、昔だったら、あんな感じだったら、あれっすか、恥ずかしいっすね。やるわよ、これ。あの、オープニングのやつ。なんか見てたよな。ザッザッザッ。久しぶりに見たな。これ視聴者が一番喜ぶんじゃねえか。めちゃくちゃ恥ずかしい。なんか言ったよな。よくない、大した面白いんだよな。大した面白くないですけど、なんか連発しとったよな。連発しよ。え、お前はみんな何歳？今年33なるっすね。33。はぁ、結局じゃあうちの会社辞めて会社手掛しますってやめて、はい、何年経つの？4年っすね。4年も経つ。そんな経つ？はい、いや、もう多分今年の10月って多分4年、あ、違う、来年の1月で4年っすね。何やっとんのお前。だいぶでかくなったっすね。だいぶでかくなったね。体が、まあ、体もそうですけど。でも今痩せたんだよ。痩せました。最近あのハイボールばっかなんです。なんで？あ、ビールはなんで？ビール飲むもんです。そうなの。家飲む。家とかっす。家とかっすね。もう一言で出てこないじゃん。家か実家っすよ。家や。マイホーム。マイホームか実家。どっちか。社員から飲むんだろ。いや、まあ今月から飲もうかですよ。優勝。あ、ちょっと飲んでなくて。そうっすね。もともとだって優勝なんかもう入って1年、2年。もう2年になるっすね。で、他は、まあ、父ちゃんとお前、有志と、はい、まあ、寺で3人でしょう。で、あとは協力業者みたいな感じ。もう一人助け、そいつは捕まっちゃって。捕まったってなんで？これがまた、面白いですね。あんま言えないことでいいよ。いや、全然言える内容なんですけど。もともと焼肉屋でバイトしとったんですよ。うん、そいつが、まあ、僕とかずっと、まあ、足場とか橋梁とか行ったりずっと連れてったんですけど、うん、まあ、すぐ寝坊したりとか前借りして次の日ぶっちぎったりとかするんで、うん、まあ、僕ボコボコにしとったんですよ、あいつ。どうしたっていい？全然いいですよ。で、そしたらなんか、まあ、ある日突然いなくなって、うん、で、まあ、後輩とか使って、うん、まあ、インスタのアカウントとか分かるもんで、うん、うん、その女、直接本当の女の子から連絡させて、うん、で、会おうよって捕まえて。女の子は全然知らん女。全然知らん女。その子の、もともと知り合いの女の子。あ、そう、知り合いの、なんか後輩の知り合いの女の子で、うん、まあ、その子に頼んで、うん、インスタ送ってもらって、うん、で、捕まえて、で、どうすんの？探偵みたいなことしてる。で、まあ、前借りもあるんで、50万ぐらいあったんで、あ、じゃあどうするんだって。もう正直本当に足場は偉いんですって、うん、で、なんかそのプラントのまあ設備とかそっち系だったらできますって言って、うん、で、まあそっちの方入れたんですよ、うん、そしたらなんか最近なんか全然前借りしてこんなと思ったら、もともとその焼肉、働いてた焼肉屋の店長だったんですよ、そいつ、うん、鍵とかあるじゃないですか、うん、やめたんですけど鍵とか持っとって勝手に侵入してお金取ってたんですよ。マジ？はい、やばいな。で、その飲みに使って返さずに返さずに返さずに返しもらった。あ、僕には一応返しもらったんですけど。おしも取れたの？あ、取れました、僕は。あ、
そいつから撮ったで、焼肉屋から撮ったみたいな感じ。僕今日かな。今日。焼肉の感じです。もう最近前借りしてこんなと思ったら、なんかそうなったんです。使っとって、給料からでも引いてたんだ。そうっす、給料から引いて、まあ本当ぶっちゃけなんか紹介して、あの、うん、その子別の人に、もう僕使えんもんで、うん、ただ、うん、ただ席は僕のとこ入れるもんで、うん、で、まあそっちで使ってもらって、まあ振り込みも全部そこに入れて、うん、で、給料とか全部引いて僕もらっとったんで、僕は取れたんですけど、うん、次そこでまた50万ぐらい増えちゃったらしくて、前借りが。そう。はい。だけど、でまた焼肉入ったの。入ったの。漫画やん。それでも捕まってなくて。捕まってなくてです。あれ何回も入っとったか。2回ぐらいらしいっすよ。ほんまあでも怖いっすよね。そんな鍵入るって思います。警察官。あ、そう、スペースで捕まってます。あ、そう。今。あれでその子が4人目だ。そう、その子が4人目です。あとはもうみんな言ってたんですよ。建設業はそういうやつ多いな、はい、どんだけそれを早く切れるかというか、早くこいつダメだなって見極め切れる、そうですね、能力についてるみたいな。そうそう、最初はさ、それもなんかもうなんとか怒ったらこいつ変わるんじゃねえかとか思いながら使っていくわけじゃん。はい、それがでも一番でかいですよね。怒ったら変わるなとか、うん、なんかまあ飯食いに行ったら変わるなとか、ね、話しとるうちにだんだん成果変わってくれるんじゃねえかって期待するわけじゃん。そうですね。それ見事に裏切ってくるよ。見事に裏切ってくるよ。面白いやつで飛ぶじゃないですか、一人、うん、1人飛んで、まあ、捕まえに行くじゃないですか、みんな一緒に従業員とかで、うん、今日捕まえに行きますか、あ、行こうか、捕まえに捕まえに行ったら、うん、もう説教するんですよ、飛んだやつ。何で飛ぶんですか、うん、やめたいったらやめたいって言えばいいじゃないですか。そいつが、あ、じゃあそいつじゃないですけど、また別のやつ、うんうん、だけど、そういうやつに限って絶対1週間ぐらい飛ぶんだよ。僕だって、飛ぶ理由が分かんないですって。そっからですよ、もう。そうそう、本当に飛ぶっすね。あー、なるほどな。あ、それあるかもしれんな。よう喋るやつほど。そうっす、よう喋るやつほど。まだ寡黙な方がいいっすね。あー。僕と。そうか。で、会社はそれと、どれぐらいなんですか、まあ、売り上げで言うのは何なのかな。なんとどういうふうに表現しようか。1億円だったっけ。そうですね、本当はもともと1年に1億か、まあ、10人か10人ですねぐらいの規模に7方戻ってきますって言って、はい、やめてたもんな。はい、じゃあ何人か使ったんだろう今。そうですね、協力業者も入れると。でも受けも結構あるんでしょ、はい、チョコっす。な受けって何がやったの。まあでも基本僕らがやるのはあのプラントの足場っすかね。プラント単管足場とか材料もリースっす。じゃあどれからこっちで。いや、じゃなくて、大隅とか全然違うな。ないっすよ、板とかが板とかが、あ、構成板みたいな。あ、そうっす、あれの足場。はい、何でパンチに引きたい。入らないっす。パンチに全部縛れんや。めっちゃ時間かかそうだよな。4メーターの板置いた方がいいみたいな。単管だけ。あ、そうですね、タンカンブラフットの読めたらいいんだ、バーって言って。はい、全部そんな足もあるの。あ、多いっすね、なんかもうプラントは基本、今昔からあったじゃないですか。ピケで組めるの。ピケで組めるとこもあるんですけど、なんか本当ガバって立ち上げるとこだったらピケで組んだ方が早いっす。お前、腰悪い。あ、僕、はい、悪くないっす。まあ、別にアンケートじゃないんだけど、今度来るんだ。あ、何日だった。27日っすね。27日にバターベルト。お前来いよ。なんかヘルニアとか、なんかすごい、めっちゃ大きすごい。まあ、腰痛。ただお前、あの、あ、その出産後とかも、はい、その骨盤締めるのにいいって言って。結構あれだろ、なんかサポーターみたいな。サポーターないんだけど、なんかコルセット。で、そう。それさ、すごい。おぉ、すごい。イエーイ。まあ、そうですね、なんかすごい。いや、はい、全然大丈夫です。はい、おお、なんだろう。なんかすごいですね。コルセットも、ね、職人とかに結構いるし。姿勢がこれまっすぐなるんで、うん、あれですね。現場でちょっとちっちゃいやつあるから、ゴルフ用でなんかもうちょっと細いやつがあるって言ってましたね。歯が出んな。全然痛くない。はい。歯が出んな。やんけんとかじゃないんだけど。いやいや、あんけんじゃない。その話はそうなんだけど。お前どうするの、会社。はい。お前で出かけするんだと言っとったよ。ここで
YouTube でやば口ばっかかもちょっとなるな。はい、いいの口ばっかだと思われてます。口ばっかだと思われてます。口ばっかだと結果出てないだろ。必死だったら誰でもいけるもんな。はい、10人20人の仕事営業取り込みに行くわけじゃないだろ。コンテンツとかに自分で営業行ったんだよ。今行ってないです。だから別にやる気が口ばっかなんでしょ。そう悲しそうな目で俺に助けを求めるね。やりゃできる証拠なんかもあって一回でもあるんだから、はい、とりあえずあれですね、免許が取れるまでは。ああ、そういうことか。もう、はい、そこのあれもあるか。一人で動けないんで。ああ、そうか。あ、それ痛いな。だいぶ痛いな。あ、まあ俺もちなみに免許は1年ぐらいな。1年ぐらいな。イエスの決議やはい、論破。そうか、まあまあこれから頑張ろうか。もうちょっとなんかうちの仕事もこれからちょこちょこ手伝ってるみたいで、はい、あれですけど、まあ、今後、まあ、もうちょっと動画でできるって助かるかな。はい、わかりました。なれるかな。はい、はい、じゃあまたミッチちょこちょこできると思いますんで、はい、ぜひまた応援お願いします。あ、SNS 勉強会。はい、 SNS 勉強会9月7日大阪で。恥ずかしがかせ。いや、恥ずかしがないです。見る引きそうだよな。いや、今9月7日大阪で SNS 勉強会。9月7日だから、でも すごいその効果ってあると思うんですよ。まず従業員たち、はい、職人さんに相談。 TikTok をまず最初に始めて1年で10万人いきました。まあ多分 TikTok は嫌いもないで、やるよやるよってただ言ってるだけで、はい、実際動かないですよね。もうこのままじゃ多分いつになってもやらさないから、やるために当てこなく SNS ってなんかオンラインで広がってるより、本当に言われたようにオフで広がってる方がすごい強くて、僕だったら僕がジャンルじゃなかったんです。汚いが綺麗になったのがジャンルだった。レモンの話かもしれないです。レモンの話かもしれないです。ただ55%のおばあさんがひたすらワオワとかアホとかイエスとナイスとか言ってたけど、これが日本です。俺だって社員めちゃくちゃ反対したんで、こいつも手伝いでした。いやー、いいね、YouTube で。今現在企業で SNS をやられてますか、皆さんは。やってる。何を歌い忘れたんですね。気になるな。ご質問あれば、あの挙手制でちょっと当てるような形で歌いはできればと思うんですけど。はい、うん、やりますんで、うん、あと11月に、名古屋、東京もありますんで、うん、SNS 勉強会って今後はやっぱ本当 SNS がやっぱもう建設事業とか、まあ、ビジネス業って必須になってきて、まあ、それ本当にフォロワー増やすんじゃなくて、まあ、フォロワー少なくてもやっぱビジネスに生きていくよねって。実際この辺の動画出たから、お前700人ぐらいしかフォロワーいないけど、別に。ああ、もう公開されてますね。はい、エフォールさん、はい、ぜひまた登録、こちらの方の参加もお願いします。お願いします。せーの、ありがとう。せーの、ザッサッサッサッ。急にそうなんじゃない。もう手高いとかいっぱいあるんだろうな。